馬やプデタカってやつは、ゴミすぎるんだ、あいつよ。ただいま発発言してなければ、ニセラって、もうバカみたいなよね。あれがね、ロボット人狼ルールの、説明でお願いし弊ま害。す。薬ロ害ボッはトな人狼し。プレイヤー。ちゃん何にとも考信え用、ないの。自分が信人用外のと時かにはあんなムーブ取らねえだろうよ強ってめに考えはたら、発俺言真し、になんだろう。強めには6番が発もう、あ言れっしちはないね、とします。この感部性屋とはか天センス気がある。乱、発言能力はないかもしんないけただど。し乱白部屋なんでね、あっ人ち間のが5番の方強は、くカボチャの5なる番との方はね、誹謗中傷暴言等あはごれ、遠機慮を械嫌的う人狼ゲームプレイヤー。ほんと、ああいうのまあがそいうはらなないりんだまよ。すか一ね。番村にとっていらない。役発剤言なし生と産言いまだすけか。が正しいと思ってるうん、から、役あん剤なはのなはし使と。えない。実践で。わかりましもた。う俺の占いなんてもう悪いんだけど、芯がもし透けるほ何どらかのの原因美でしさ敗走なんしだたけいどときも。は、敗損理由を述べて敗損してください。敗損理由を述だべからて4説明番し行けてって敗言って損んしだ。ます。4番行って5番行って6ま番行かたなきゃいいだけど、薬勝て害るゲームなの話なに。んですが、何か意味あるんですか？まあ、人狼やりたい人いたら買ってくれていいですけどね。僕はちょっと人狼とかばっかりだとなえるかなと思ったんで。あと、メタ考察とか入っちゃうしな。大丈夫ですかね。大丈夫です。はい、じゃあ、始めます。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、疲騎士れだわ。です。もう本当にロボット夜が人更け狼まし殺た。プレイヤーの人狼に気をつけてください。共通点みんな分かった。動画見て。発言が全てだと思ってるやつほど無能だよね。役に立たないよね、実践で。発言は伸びてないけど、6番の発言はそんなには伸びてないけど、センスっていうのがあるんだよ。こんな、普通に考えて、この人ってこんな人がいるわけないだろうって考えられるセンスがあるんだよ。あっちの5番の方は発言力があっても、セン夜スっが明ていうけのまがした。もうゼロに近いっていう。昨発夜言してはなけれ誰ばも2世死にになまるっせていんう。でした。いや、発人言外タでイム発に言しないっ入りてまありえんのかっす。て話夜で。が明けましたのプレイヤーっていうのをが考発えら言れるし人た。の方がセンスあるって、そのセンスはい、をよ言わろないしとくお褒願いめして。ます。村人陣営でしさっきた。の恥ずかしい村人になっちゃダメ特だによ、信み仰んはなないんは。ですけど、あんな例えのばになっ役たらのや一ばついがから出たね。ときに、例えば5番が占い師って出て、6、7、8っていくと思うんでセンすけスを磨ど、くべき5だよ。番さんが占ゲーいムで師大で事まなのだは。1人しかいだっないて、ときで恥ずかしいも、人間になるよ。まあ、精査をしあてれほがしい典か型な、的僕ダメ的な、には思いダまメなすパね。ターン。5番さんが太俺鼓いみたないんなで、芯を気づけ太ない鼓かいら、ないもう、感ああいうじのがいしまるすとね。見もうたいな感ね、じよダりメなも、ダメなそれパなターりン。に、1人の精査を落としてくれる方が、村の人たちも活性化するかな、みたいな感じで、最近思いました。はい。あとは、まあ、後半1の2、3番さんとか1番さんとかは、まあ、はっきり色が付けられなくても、まあ、言ってってほしいですね。捏造とかじゃない限りは、釣り位置、ここから行きたいですみたいな感じで言ってくれた方が、僕も2周目喋りやすいかなとか思います。はい、以上です。5番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。占い師、乱白9です。お願いします。霊能者さんに関しては、別に潜伏でも1周目に出てきても、まあ、1周目潜伏でも、1周目で出てきてもどっちでもいいです。騎士に関しては3周5番目以外は出てほしいかなって思ってます。で、まあ、潜伏を選んだ方は、釣られ位置には絶対に入らないでください。で、まあ、4番さんの印象に関しては、まあ、例え話で5番さんが占い師出てきたらって言っただけだと思うけど、本当に占い師なんで、まあ、この後の人に何、なんで分かったんですかみたいな、バカみたいなこと言う人が出てくるとは思いますが、頑張ってください、4番さんって思いました。で、村の皆さんには、60秒はそんなのしゃべらん、60秒無駄な話をするよりかは、内容の詰まった短い話でもいいからしてほしいかなって思ってます。それくらいですかね。2週目、頑張ります。6番のプレイヤーが発言します。はい、6番、サーチウスです。5番さんが9番さんに資料を把握しました。5番さんについては、4番さんについて言ってたけど、本当にそうなったから僕はちょっとびっくりしました。かなと思ってます。
4番さんについての進行論、僕もその進行論が一番好きなタイプだと思っていて、5番さんからラインを引っ張った時に4番さんへの、その4番さんが5番さんから出てきたから突っ込まれるぞって言っているのがあんまり5、4オオカミには見えませんでした。僕も結構占い師からラインを引っ張っていくタイプの陣営で、結構4番さんとその進行論については一緒だなって思ってますね。なんかその単体で怪しい人、グレーの中で怪しい人を、その占い師の人が触らないとか、なんか触れ方が変とかで結構偽って見ちゃうタイプです。7番のプレイヤーが発言します。うん。4、6は精査聞かないと分かんないですね。うん。そういう、まあ、ライン精査するってことでいいのかな。っていうことを言ってんのかだったら、まあ、それだけじゃ黒か白か分かんないです。まあ、5番ね。うん。まあ、騎士から守ってもらえないでしょうね、あなたは。うん。21でも22でも出ろって言ったんでしょ？うん。平和村だけだよ、出ていいのは。てか平和村は出なければならないんだよ。うん。他のメンバーに迷惑かける。それ以外は出なくていいんだよ、基本。うん。だから5番を守る騎士なんていないと思うよ。うん。まあ、守る価値がないでしょう。噛まれればいいんですよ。うん。21でも22でも出ろってこと？ 22 番目で出る騎士、どこにいんの？うん。ゴズリでいいんじゃない？うん。まあいいや。役を透かしたりね、走らしたり、すらはやめましょうよ。あとね、村を残して狼釣りたいですね。SG1 の村人を残して白狼釣りたいです。まあとりあえず、4、6はちょっともう一周聞きたいです。はい。8番のプレイヤーが発言します。はい、8番霊能です。俺も7番さんで、一緒でもうスラとかいろいろあったらめんどくさいんで俺も出ときますね。一周目でみんなの考察になると思うんで、はい、自分霊能です。まあ5番さんに関しては 2-2 場面とかで騎士出す進行は俺ないと思うんですけどね。グレー釣りの方の感じで盤面でいろいろ変わってくるから5番さんそこ間違ったのかなと思ったけど、でも俺も7番さんの言うのに納得してしまったからね。その場面でおかしいなと思ってるけどね。占い師出るだろうなと思ってるよ。5番さん俺偽で今ちょっと追ってるかなと思うし、6番さんもその発言で、どうだろうと、もう5、6ちょっと怪し、5番占いしけどね、6も怪しくなったよね、今の発言で。4番さんは色落ちがないな、進行論なんで何でも言えるけど。ただな、今んとこ、4、6、7だったら7番が一番印象良かった。俺も7番さんと一緒で、特に最後のね、ムラスラとかグレーズリとかそういうのは、俺と思考一緒だったなと思ってますんで、もう先に出ときました。はい、霊能です。9番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。よろしくお願いします。8番さん、例の、ね、5番さん、占い師、把握しました。まあ、もう占い精査つけていこうっていう進行はすごい4番さん、印象はいいね。うん、で、5番さんの、審議は僕はここでつけときたいと思ってます。まあ、5番さん、若干今は2戦目で見てます。その理由、やっぱ騎士らし進行って弱いと思ってる。うん、やっぱ強靭髪とかもあるから、それをケアするために、まあ、狼として出さそうとしようかなと、してる。うん、感じがしたから5は2戦目で見てます現状で、6番さんは、4番さんと同意見で占い精査をしていきたいって言った割には5番さんには全く触れない。じゃあ5番さん6番さん目線どうつけとんかなっていうのはあったかな。4番さんを褒めるばっかしで、だから現状、グレーの位置で釣りたいのは6番さんかなと思ってる。5番さんは2戦目で見てます。以上。1番のプレイヤーが発言します。占い師よ、3番さんしろです。3番さんしろです。把握お願いします。騎士については、まあ、今までの発言から聞くに、出さない進行の方がいいっていうのが村勘定だとは分かりますので、まあ、騎士に任せます。騎士は出るタイミング、その代わり間違えないでねって言っておきますね。はい。そうですね。まあ、進行論は特にそれぐらいにしておきましょう。グレーについては7番さんがすごく目立ってて、7番さん叩かれるかなって思ったけど、全然7番さんに関してはみんな印象いいんですね。対抗の8が7に対して、まあ、印象一番いいって言ってるんで、なんだろうな。対抗8じゃねえや、5か。対抗の5ですね。対抗は5だった。8は霊能ですね。霊能の人が7に対して印象いいって言ってるのはなんでかなって、ちょっと気になるかな。2番のプレイヤーが発言します。はい、2番です。しようないんですけど、まあ少なからず
5番っていうのは自分の意見を言っただけなんだから、まあなんだろう、思考の違いっていうぐらいで、そこまでブイブイ言わなくてもよかったんじゃないのかなとか言ったら、この相方2だろうとかやれんのかもしんないけど、俺はどっちともかす、あれだね、かぶってね、まあいいわ。って思ったぐらいかな。まあ、そうだね。6からっていうのはなんかそういうのも拾えなかったよね。ヘイトを買われたくないような感じっていうのはあるし、まあ8が、なんだ、5叩き、つってたけど、まあ今のところ、まあちょっとあれだね。まあ今のところパッと、まあ2、2番目で騎士出たとしても、勝てるときは勝てるしね。と思ってるよ、普通に。うん、3番のプレイヤーが発言します。はい、1番が3番か。おお、俺にしろか。ありがとうございます。5番が、どうしろだったっけ、忘れちゃいましたね。今のところね、あんまり精査が伸びてない直近2番さんとか知りたいですけどね、4番さんも2周目で発言したいと、僕ラスイッチなんで、まあ、一人一人ね、念入りに聞いて、ここついたいなと思ってはいるんですけど、今のところね、直近の2番さんとかね、ラスイッチの手前でね、発言伸びてないなっていう。結局、その、6番さんついたいのかな。うん。今さってだってね、やっぱりまだ、なんていうの、触れられないというかね。前半位置なんで。とりあえず2周目です。4番のプレイヤーが発言します。ああ、1番さん、レースはなんですね。他になんかありますか、CEO と。で、1番さん、なんか対抗の8番さんとか言ってたんで、こいつ絶対占い師じゃないやろって思って、そういうのに2、3番さん気にならんかったんかなってめっちゃ思いましたね。だから、釣り1は2、3で、占い師だったら1が偽ですって言おうと思ってました。で、1番さん、自分でなんか、あれって失言になっちゃうかな、霊能すらしとこうのすらなのか、そう、だから1番さん、偽で狂人だと思うんですよね、いまだに。で、8番さんの意見って、すいませんね。はい。石さん。7番さんもめっちゃ白いと思ってました。はい。じゃあまあ、2、3、4、6から行くのか、まあ、霊能から行くのか、まあ、7番の岸さん教えてください。で、僕は1、8から行くって言ったら1から行って、グレーから行くって言ったら2から行きたいですね。あ、3番さんも白になったんで、3番さん、まあ3番さんも行きたいですね。はい。3番さん、2番さんに対して、なんだろう、最終位置にしては意見が少ないって言った割には3番さんが一番少なかったかなと思いますね。で、6番さんは、まだ早いかなと思いますね、6番さんは。で、7、8番さんから5番さん、7、8、9もかな。で、5番さんの新芽がないよって言ったから、1番さんの狂人が、占いで出ようとして、なんか、出現しちゃったから、レースラーみたいな感じにしたんじゃないかなって、今んとこ思っております。で、それに2、3番さん気にならなかったかなと思うんで、2、3から行きたいです。はい。5番のプレイヤーが発言します。はい、2周目よろしくお願いします。私から釣ればいいじゃないですか、7番さん。進行の問題だけでそうやって釣りをしてくるのであれば。うん。4番さんの発言ってめっちゃ近いなって思ってて、1番さんが対抗の8番さん、まあ、例えば霊能で占いで平和村作ろうと思ってそうやってしてるのであれば、対抗の8番さんって間違えても自然だけど、多分、狂人で最初は霊能で出ようとしていたが、うん、予想以上に5番が2攻めで追われていたから、占いで出ようって思って狂人なのかなって思いました。どうしよっかな。7番さん、私守りたくないなら守らなくていいですよ、全然。はい、好きにしてください。で、から4番さんって初週の位置だし、2、3から行きたいっていう、3番さんって囲われてた状況だから、まあ、釣り位置、占い位置には入ってくるかなって3番さん。で、あの発言でしょ？ 1 番さんの様子も拾えてない。で、まあ、6番さんっていうのは結構隠れ位置かなと思っている。うん、どうだろう。2番さんって、私の2攻めで追われていた流れから、ちょっと私を擁護しにかかってるかな。平和村作ろうとしていたのであれば、まあ、
擁護するかなって思うから2番さんもあり得るかなって思ってて、どうしようかな。私はじゃあ囲われていた3番さん釣ればいいんじゃないですか、とりあえず盤面的に。どうしようか、占い位かな。そこは2、3、4の言う通り2、3の欄でいいと思いますよ。7番さん決めれば勝てるんでしょ。7番さん決めなよ。6番のプレイヤーが発言します。まあグレーから行くっていうことでいいんですよね。2、3、4、6の中からじゃあ行きましょう。2、3、4、6の中から2番さんについては7番さん、8番さん、9番さんから5番さんが2世だっていう発言をかばった人物ぐらいしか落ちてないかなと思っていて、3番さんについては2番さんに対して精査が伸びてないから2釣りって言っているけど、3番さん自体の方が伸びてないなって思ったかな。釣りた位置は3か4でいいかなと思っちゃった。4番さんが7番さんを白いって置いた理由があんまり分かってなくて、それは4番さん自体も5番さんが偽だと思っていたから、そこを言っていたなんか7番さんが白いって発言だったのかわからない。7番さん視点の話を言うと、4と6って2周目だよねって言っているだけの人物で、5が明らかに偽だって言っているから、どこの精査としてそれが良かったのか4番さんが不明だったかな。まあ7番さんは記者から全然その白いっていうのは当たってるんだけど、4番さんについてはそこが引っかかったから、僕は3、4で提出しておきますね。まあ3番さん頑張ってください。でもなんか3番さんが1番さん強人の3番さんが囲われていた狼っていうのは全然見えると思ってますね。連論については多分8がほぼほぼ死んだと思ってるので、2、3、4でなんか釣ったら勝てんじゃないかなってちょっと思っちゃったかな。うん、そんな感じです。現状は3か4。7番のプレイヤーが発言します。うん、2、3でいいんじゃないですか。だって5番が占い師だから。うん、2番、3番。うん、それを、まあ、欄提示された通り、表を見ればいいじゃないですか。で、あとは5番が好きなとこ占えばいいじゃないですか。今日2、3でいいんじゃないですか。うん。だって5番が占い師なんだから。うん。5番に気持ちよくさせればいいでしょ。ってことは2番と3番でしょ。うん。2番と3番を釣って、その表を見たらいいじゃないですか。そうすればいろいろわかることがあるでしょ。うん。2、3でいいんじゃないですか。5番が述べてる通りなんだから、2、3、うん、5番のやりたいようにやらせればいいんでしょ。うん、それ以外何か言うことあるんですかっていう話で。うん。これはだって噛まれていないんだから。残るのはね、5番なんだから。5番がね、怪しいと思ってるところにまず行くべきだよ。で、乱提示すれば表で見れるでしょ。うん。で、いいんじゃない？うん。それでいいんじゃない？うん。まあみんなに聞くけど、2、1番目とか2、2番目出る？君たち。うん、騎士で。基本隠れたいよね。うん。出るやついる？うん。いきなり出るやつって、騎士で。いないよね。じゃあ、騎士って隠れたいんだよ。じゃあ、占い師はその気持ちになれよ。潜伏してくださいだろ。正しい回答は。うん。出なくていいですだろ。うん。出なくていいんだよ。もう、騎士に任せますだろ、多分、正しい回答は。その気持ちに立てって言ってんだよ。俺が5番に言いたかったのは。その気持ちに立てないから騎士を出ろって言うんだよ。自分が騎士の時には隠れたい、人が騎士の時には出ろって頭はどうかしてんだろ。兄さんでいいよ。8番のプレイヤーが発言します。はい、8番霊能です。7番さんめちゃめちゃ怒ってるんでね。じゃあ兄さんの提示いきましょうか。俺兄さんより4番の方が怪しかったんだけどな。1の偽要素あそこまでいけて、一応じゃあ強人で見てくれてるならもう1切って俺で新尻進行でもいいんじゃないかなって4番さんの1だったら思ったんですけどね。4番がそこ気になったけど、まあ2、3で決めていてもですけど、話聞いてからと思うんですけど、1は強人と思ってますね。占い師で出現したんで、霊能に切り替えただけかなと思ってますね、この盤面で。うん、そんなとこかな。霊能ローラーじゃなくて、出てくると思ったかな、1番さんは。だから1、偽、狼じゃないと思うもんな。なんか1は出現した。強人のグレン2色だから。まあ、2、3話聞いて決めますけど。今んとこ、俺はでも4の方が怪しかったけどね。あそこまで言って1に行けないんだと思ったのが。はい、以上。9番のプレイヤーが発言します。はい。まあ1番さん出現っていうのは俺は思わんかったけどね、正直。
1番さんが霊能で8番さんが対抗やからそう思っただけやない？まあそれは分からんけど、人の通りの捉え方やから。まあ5番さんと7番さんはもう同時演なんかバチバチするのやめよう。ね、4番さんに違和感を覚えたね。1番さんが教授で3番さん書こうとんのはいちいちスライドせいでいいと思うけどね、俺は。うん、やから18の精査現状今ついてない。うん、明日も精査できるから明日に持ち越す。俺4番さん正直気になったけど、どうしたもんかいね、正直。2、3でランテージするん。正直、俺目線もう2、3、6の中でもうみんなで投票すればいいんやない？そこで見れるんやないって思うけどね、2、3でいいんや。まあ、2、3で行くんならね、正直発言聞けるけど、2番さんが5番さんかばうのがそんな嫌やったんかな、3番さん。1番さん、1、3で、2番さんが1番さんを2攻めで見とったから3番さんは2番さんのこと悪いって言ったんかなと、思ってるかな。2、3で精査するんやったらな。やったら僕3番さん行こうかなと現状思ってます。1番。のプレイヤーが発言します。まあ3番さん、盤面的に3番さん釣っていいと思うけど、もし3番さんが白だった場合っていうのは霊能に狼がいる可能性も考えなくちゃいけないと思うよね。だから占いが一角している現状だったら2釣って3の色を見るっていうのもありだと思うけどね。どうなんだろう。現状で8の方を皆さん死んで見てるでしょ。で、自分の色結果残したとしても信じてもらえないんだよね。だったら占い師に3の色を見てもらった方がいいのかなとも思うけど。どうしようね。8にローメがあるかどうかなんだけど、占い師、対抗占い師って、まあ占いが2仕様だった場合、8は強靭ってなったと思うけどさ。だから3がもし白だった場合っていうのは俺8のローは硬いと思うかな。3の色がめっちゃ気になってるわ。現状平和村は完成したんだけど、結局占い師連紙されちゃったらその後が困るから、その場合一番弱いのが霊能に狼がいる場合なんだね。3つって5番がまあどっか占ってバシッと黒を見つけりゃいいけどね。それか、俺の芯もまだ9番さんみたいに追ってくれりゃいいかな。そしたら俺3番釣っても全然色結果明日言えるんでね。まあ2、3どっちでもいいっていう結論にはなります。はい。2番のプレイヤーが発言します。2釣って3の色を見たいっつって、じゃあ俺は、色を見た方がいいんじゃないっつって、俺何のために釣られるのって普通に思ったけど。まあ、普通、そう、外なんだよ。そう。普通に4の方が怪しいでしょ。4の2、3ランテージってさ、人狼がやるようなことでしょ。1が8に触れたことについて引っかかってないのかって、もうまず引っかかってたしね。言ったでしょ、それも。1が8、霊能うんちゃらとかって。まあ、さらっとだけど。それは聞けなかったって、都合良すぎるでしょって思ってるけど、4番。だからこそ、8級っていうのは、2サランテージのハテナっていうのは、すごい村っぽいなと思ってるけどね。1はそれでも2、3をしてきてっていうのは強靭かなと思ってるけど、4がローかもしれないっていう頭があるから。だから2、3ってすごいメリットないと思うけどね、今回。別に俺を落としても白しか出ないし。多分3落としても白しか出ないと思うよ。の場合って5は絶対4を占わなきゃいけないと思うよ。で、霊能はどうせっていうか、釣りっきりになるでしょう。霊能は噛まれないんだから、多分。どうせグレー噛まれんだから。だから、霊能にローがいるってことは、基本的にまだ念頭には置いとかなきゃいけないかもしれないけど、今んとこは考えなくていいと思う。俺は普通に4から行って色が出ると思うよ。黒黒だったらラッキーでしょ、普通に考えて。3番のプレイヤーが発言します。まあ俺もね、ほど4っ
しようかなと思ったんですけど、まあ、でもやっぱり2番さんの方がね、若干なんか怪しいですね。89とかなんか言ってたし、黒黒とか言ってたんですけど、どっちかが偽なわけでしょ。絶対パンダとかね、しかも89、確かに9番さんって5番さんの白鷺じゃなかったっけ？裏っぽいって言ってたけど、もう失言だよね。黒黒と言ったんですけど、黒黒って絶対やってこないでしょ。うん。まあ、どっちかっていうと1番さんはね、まあ最初は占いの対抗かなと思って霊能すらしたのが、業務が高いというふうになると、まあ多分白黒じゃないですかね。そういう発言しか残り SG1 なんで、2番さん投票でお願いします。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。はい、村がそういう思考に至ったなら僕は何の文句も言いませんし、反論もありません。夜が更けました。人狼に気を騎士の方は夜のアクションを行ってください。ふん、私は怒っているのだ。え？今自爆した？あ？今自爆してなかった3番。あ？今ぼーっとしてて投票してたの？投票してないの？これ多分遺言で白くなったの？なんか自爆のタイミングでちょっとぼーっとしてたら4番の発言の途中でなんかなった？昨夜は1名の方が亡くなりました。え？多分自爆？終わったんだけど。8番のプレイヤーが発言します。はい、8番です。3番さんで黒落ちました。今日は出ないんだよ。で、6黒。じゃあ3、6黒、5黒、1強人なんで、じゃあ今日6いきましょう。どっちか形を出してんだと思うけど。9番のプレイヤーが発言します。なんで3番自我にしたの？これ終わっちゃいましたね。6番さん開示でもいいですよ。じゃあ6投票いきます。え？ 1 番のプレイヤーが発言します。3番って黒だったの？あ、3番釣られたのか。はい、時短でお願いします。遺言だと思ってたら。プレイヤーが発言します。3番釣られたのか。4番のプレイヤー、5番のプレイヤーが発言します。いや、多分6じゃないですよ、これ。6黒だった場合、開示してると思うから、ラスールは2か、レノにいるか。一番さん、結果遅かったの。気になるし、時短で行きましょうって多分あれでしょ？語りって言われる前にみたいな。多分、八のが新芽だと思うけどね、この発言聞いてたら。1黒か2黒なんじゃないの？ 1、2ローラで終わると思います。今日は1、2のランでお願いします。6は弾きます。開示しない意味がない。3で確定黒落ちてるのに。はい。うん。2って霊能精査。どうする？どうしようかな。ラスール6じゃないよ、絶対。2、1。28、どっちか。にを占うべきだったんだよね。多分2番さんっていうのはちょっと村要素拾えてて、2、3の欄にされているんだから、3を殴ればいいだけやん。3って殴るところいっぱいあったじゃん。あ、そっか、2、3だったらそっか、3、3に行けないのか。まあ、2から行って霊能精査でいいと思ってます。6、4は白でいいと思ってますよ。はい。6番のプレイヤーが発言します。5番さんが6黒を出してめちゃめちゃびっくりしました。うん。ただそれだけ。2番さんに僕は行きますよ。で、終わらなかったら1番さん。1番さんが出現しちゃったから、1、3、ローローかなーってちょっと思ってますね。この場面になっちゃうとね。3番さんが角黒。2番さんが、3番さんに対して、3で白が落ちるって発言は2、3、ローローだったからってちょっと思いましたかな。
今思い返せばになりますけどね。4番さんを怪しんだ視点は、まあ昨日言った通りね、まあ今日発言してないからちょっとわかんないけど、そういうところで思いましたぐらいですね。でもなんか1番さんが狼だった時に、1番さん視点で霊能に狼がいる視点になるんだったら4、8になるんじゃないかなって話は聞いて思ってたけど、まあいいや、2番さんに行きます。投票が終了しました。わからんよ。追放されるプレイヤーは2番2番の遺言を発表してください。いや、終わるわけねえじゃん。普通に考えて占い師何やってんのって話じゃない。やばいでしょ。6黒打ってさ、もう時短で進んでてさ、3が確実に黒で落ちてるの。やばいでしょ、占い師。さすがにやばいでしょ。これで負けたらどうすんだよって話だよ。マジで。何やってんの、5番って。普通に考えて時短になるでしょ。開示動向とかじゃねえんだよ。やばいだろ。次、6占う。それとも霊能どっちか行くん。やばいでしょ。マジで。普通に考えて。村要素も拾えたんだけどな、じゃねえんだよ。何の仕事もできてねえよ、5番。マジで。気わかんない、語りして。何の考察ができんだよ、これで、他の人たちは。霊能のセンスつかなくなるでしょ。考察させねえなら。やばいよ、マジマジで。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。5番6番のプレイヤーが発言します。2番さんの発言を聞くとワンチャン霊能に狼がいると思っちゃうんだけど、そうなった場合は8番さんかなとは思っちゃうかな。1番さんって霊能に狼がいる視点を持って、なおかつ3番さん相方に黒を出している段階下で、1番さんの方が霊能の心って限りなく低いから、2番さんで終わんなかったら1番さんで終わりかなと思ったんだけど、まあ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 発言は聞くけど、現状はでも1に行こうと思ってるんで、8番さんの話をちょっと聞かせてくださいかな。そんぐらいかな。なんか2番さんが、5番さんやべえだろう、霊能審議つかなくなるじゃねえかって言っている様がちょっと狂人っぽく聞こえちゃったから、ちょっと一回精査します。現状は1に行こうと思ってます。8番のプレイヤーが発言します。はい、8番です。まあ1に行けば終わるんでですね、俺昨日1に入れたんですけど、全然考察2番さんしてないのに2番に入れるのあんまいかなと思って、おまけに5番さんって2から村要素も取れたしねって言うならおかしいかなと思ってるけど、まあ今日1に行ったら終わりますんで、あと言うことあるかな。1が占い師でして今日ムーブした狼だったんだなっていうぐらいなもんね。もう2番さんははじめ9、4って白でしょう。6はあんだけ煽られて黒はないでしょうと思うけどね。自爆も先だったんで。1で終わると思いますけどね。あんまり5番さんの語りがどうなのかなと思って、これで負けたら申し訳ない。絶対1入れてくださいね。まあもし俺に今日入れたとしても明日1に入れてくださいよ。まだ縄数足りるでしょう。はい、1でお願いします。9番のプレイヤーが発言します。はい。8番さん、1番さん狼やったし、3番さんって結構初日釣られそうな感じや、まあ6番さんも釣られそうやったけど、怪しい発言しとったから、
もう占い師ロッタが強いと思うけどね、1番さん。で、3番さん結果黒やろ？やっぱ1番さんが、3番さんに白を出して、2番さんが5番さんをかばったから、3番さんって2番さん釣りたいって言ったんやないと思ってるけどね。18が新強やった場合、46におるけど、6番さんって2番さんのあの発言で強人見えた？俺見えんかったけどね。5番さんってもう18が角、3番さん角黒出した時点で語り6白って言えばよかったやん。あ、違う、4白か。もう終わったことは仕方ないんやけどな、正直。18新居やった場合って6番さん狼あるんやないって思うけどね。ちょっと1番さんの話は聞きたいかなと思ってる。1番のプレイヤーが発言します。まず結果貼るの遅かった理由はわざと遅らせてます。パンダにされるのが嫌だったんでね。はい、まあ、8番さんならもしかしたら黒を打つんじゃないかなとも思いました。はい。で、6、8、どっちがラストウルフかは分かんないですけど、今日僕を釣ったら負けます。PP です。それは分かりますよね。あ、4人か。4人なんで、強人が落ちてるとは思えないので。はい。8番さん目線で6が狼だったら怖いなとかはないんでしょ？だったらもうそれ人外予想として受け取ってもらえませんかね。4番さんも9番さんも。6番さんが、村だった場合、村だった場合は8に絶対入れてください。8です。8番さんはこう言ったんですよね。今日僕が8番が釣られても、まあ明日1番釣ってくれたらいいです。強人が生きてたら負けますよ。8目線はもう破綻してるに等しいと思いますけどね。あと1を釣ったら終わる。6への目線がない。これ8偽っていうのを分かってもらえますか？俺は6ローの方が硬いなと思ってますけど。3が黒結果であることから6ロー。8がローで出るかなっていうのもあるし。まあ、霊能から行くなら8から行ってください。霊能から行くなら8。狼落としたなら6です。4番のプレイヤーが発言します。いや、ちょっとね、1番さんの言いたいことがわかるんですよね。で、投票的にも、1、8番さんってどっちも3番に行ってるんですよ。2、3のランテージした時に。2、3のランテージなんだから、1、8番さんに狼がいたら、2に行くんじゃねって思ってるんすよね。はい。なんで、6番さんが狼あるなって、僕も思ってますね。で、その視点は9番さんも言ってたんで、9番さんの、強人がなければ、強人がないと、1、8番さんが思うんであれば、今日6に行って、明日1、8番さんのね、決め打ち的なことでもいいんじゃないかなと思いますね。ダメかな？ちょっと待って。9番さんのその6番さんに対して、その2番さんから強要素を感じたかなっていうのも、あ、9番さん強人っぽくないなって思ったんすよ。めちゃくちゃ。はい。で、6番さんがもし強人だった場合って、1番さん落として8ロー6強8番さん落として、いや6から行っていいんじゃないってめっちゃ思うんですけどね。その8番さんが1で終わりっていうのが、ちょっと分かんなかったんですよね。僕も6行きたいけどな。ダメっすかね。ダメっすか。考えます。はい。Thank you.
投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。村人陣営の勝利です。わ、逃しました。まあ、結果勝ったから、5番さん、グッジョブ、グッジョブ。でも、ちょっと6番さん最後出現して、